あさってスタートのドラマ院内警察のトークイベントに主演の桐谷健太さん、瀬戸康史さんらが出席しました。撮影で実際に使われている院内交番のセットでトークということですが、普段はね乱雑な感じですけど、今日はちょっとすっきりめで、病院内にある院内交番を舞台に元敏腕刑事と天才外科医の正義がぶつかり合う物語。撮影の裏側を聞いてみると、ねるちゃんがめっちゃレゴをあと作るのがものすごく早い。いや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 、代わりに作ってほしいっていう人がいたら、もう私作りたいですみたいなことをおっしゃったので、うちのマネージャーが本当に持ってきて、もう帰りには出来上がってました。そうだ、この間綺麗な桜が出来上がった盆栽の、すごい盆栽の桜が、無心になれるっていう、無心になれるのが好きですね。関西弁映っちゃった。